そう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 、ね、MK 行って、そうヒカチュウね、まあ、うちは医学ね、そう医学と、まあ、音楽ってところね、うん、こ う, うまく噛み合わせた名前をね決めようっつって2人でずっと考えてて、ね、あのヒカチュウ社、あれヒカチュウ、はいはい、ヒカチュウ社、ヒカチュウって書いてあるピカチュウみたいな何が音楽のなんか分かんないけどね、いろいろ考えてて、ね、あとダヴィンチヴィンチとか、ダヴィンチヴィンチただただ五感でダヴィンチオレンジレンジみたいな感じみたいな、うん、そうそうそう、ダヴィンチ、じゃあもしかしたら処方箋って名前がダヴィンチヴィンチだったかもしれないって思う、そうそうそう、ダヴィンチのロゴパクってこうダヴィンチヴィンチ、そうそうそう、まあいろいろね出してたよ。で処方箋も俺ずっと処方箋っていう言葉使ってたから、最初聞いてたのね、それ言わんてた、言わんかったよね、え言ってない、いや改めてそのチーム結成して作ろうぜってなった時に、うん、こう整理しだした時に見た気がする、言ったっけ、ああ分かんない、あでも多分ポロって言ってんだよね、処方箋って言った、ね、うん、は言ったかもしれない、うんうん、まあでもそこからダヴィンチヴィンチとかの話になってでなんかまあ改めて考えようかっつって、各々で、俺も家でいろいろ考えて、いや考えたね、あのトリートノートとか、トリートノートね、うん、ああ見た見た見た、トリートの治療とかね治すっていうところと、うん、ノートがね、あの音とか意味があるから、トリートの音、まあ、トリートノートみたいないろいろ考えてたけど、どんぐらい考えた、1ヶ月ぐらい、まあそうね、あでも期間的にはそんぐらいじゃない、うん、ガジさんと出会ってから、うん、8月とか結構考えたよね、そう8月やんな、ずっと考えて、そう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 、でキャンプやな、そう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 、キャンプが9月5日ですね、あれは、いや、14日ですね14日ですね、14日です、じゃあちょっと覚えてます、9月14から15に変わった、だから俺記念日15だと思ってる、おお、うん、情報戦っていう、あ、結成日、結成日はもうちょっと前かもしれない、なんか正式にでも走り出したのそこかなっていう、そうだ、名前が決まった、名前が決まったのが9月15、そうそうそう、9月14日にね、そのキャンプね、キャンプの、ね、それもね、医療系とかそういう、そうそうそう、あの仲間たちがね、うん、全国から集まって、そうそう、イベント企画してね、佐賀の、ね、海でね、海の海でやったところで、うん、言ってたんだよね、キャンプファイヤーしながら決めたいねみたいな、そう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 、まあその時この人いなかったんですけど、ね、まあでもね、決まってきたから、そう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 、なんか一旦ね、キャンプ俺らは大体運営でねやってたからさ、まあ一通り終わってちょっとねまったりしてる時に。彼はなんか海なんかどっか行ってるどっか行ってで結構待ってるね、ちょっと待ってるね、そうで多分 LINE もしてたんや、多分うん、私ちょっと話そうみたいな、待ったっけ、来ない言ってたのに、キャンプファイヤーの時決めるよって言ってたのに来ないからちょっとここでちょっと話そうかって、でも結構待ってる、うん、20分ぐらい待ってる、そうだったんや、そうだったんや、俺やばい、もうこれみんな疲れ出すから、そうで、これあいつ結構だなみたいな、うん、遅かったね、深夜2時とか言ってたのよ、うん、そうそうそう、ずっとね、海の子もさ、もうどこね、それで来てさ、そうそう、でもう、もう、あ、来ないから、もう話してね、ここでもう決めよう、もう進めようぜって、うん、そうそうそう、なんだろう、で俺も処方箋って名前で一番ねえわと思ってて、最初、あ、そうだね、あの、物の考えた時に処方箋、トリートノートとかバーって出して、そう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 、で、なんか、まあ、どれがいいみたいな、うん、3つ考えたんやけどって言って、で、処方箋はなんか、あんまりみたいな、最初に、うん、そのまあ、みんながおのおの出したときに処方箋でバンってあったんやけど、まあ、1ヶ月は見てるわけよね、その処方箋っていう、でそれ、いやでもなんかちょっと硬いし、漢字画数多いし、うん、漢字やもん、なんかちっちゃい子書けないし、ちょっとなんか湘南の風さんっぽいな、ちょっと思ってなんか、まあそうね、そこもなんかすごいなんかかっこいいイメージだった、あそうそうそう、それは俺もちょっとちげえなと思って、うん、ってたんだけど、なんかそのキャンプの日、その決める、じゃあ決めようかってなった時に、うん、なんでこんなに決まらないんだろうっていう、お互いね、その、そういう話になったんですよ、うん、で、何かと比べてるから、これ違うよね、これはちょっと違うよねってなってないってなった時に、うん、なんと比べてんだろうって、まあ、自分自身考えた時に、あ、処方箋と比べてたわ、ね、って思って、うん、で、どうしても処方箋のキャッチーさとか、なんかそういうのに負けるよね、うん、そうね、だからあこれワンチャン処方箋ってありかもしれない、でなんかその、うん、見てるのが携帯の画面 の, あの字の形、そうだね、フォントの形で処方箋って見てたから堅苦しく見えるけど、うん、これをもうちょっと可愛く描いたらいいんじゃないかって言って、うんうん、まあ、森氏が来る間に iPad 出して、うん、こうチャ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 ってうんうん、iPad に、うんうん、書き殴った、うんうんうん、ロゴが
あのロゴですよ。これこのロゴです。ついにね、来ましたよ。だけどそれでさ、処方箋って、そう、このロゴ変えて、でもこれ本当に、あの時変えたまんま、ほぼほぼの形で、うんそうねうん、で、それトッキーが適当に投げてたら、ここ口っぽくしたらいいんじゃないとかっつって、うん、で、こうなった時に、なんか一番嫌ってたの、まあ、僕なんですけど、うんうんうん、あ、いいね、っつって、ねうん、そうなんか戦隊賞でいいじゃん、となって、はいはいはい、うん戦隊賞あ、ちょっとなんか遠目に見るとちょっと戦隊賞の感じになってるのでああこの賞と戦がねそうそう、はい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 、ね、うん、確かにね、かけ合わせなんか、まあうん、なんか、まあ、なんか愛着が湧いてで、消防戦の、まあね、愛着が湧いて、ね、で、その時いたね、あのキャンプ参加メンバーにねそう見せて、で、いいじゃんいいじゃんいいじゃんあ、いいねいいねって、うん、かわいいねってなったもうその何終わもういいねいいねって言い最後の人が言い終わったぐらいにモリシー到着ってそうそうもうでモリシーごめん決まったっつってそう喜べてるその瞬間おおってなってそう処方箋になったよって言われて、うん、あ処方箋になったんやそんなこんなもうこれみたいなおそうなんやっていう感じのお前だよお前もいるわそうだよそうそうそうついにね、ほんと決まったよね、うん、ボルシー、ちなみに何て名前出してたっけ出してたっけ俺出してたっけ出してたっけもはや出してないもはや俺がめっちゃ出してたイメージあるあとトッキーなめっちゃ教えてくれててだから、ね、俺らじゃあ、うん、え俺多分真面目に出して、うん、ガチさん多分ダヴィンチミチみたいなやつ出していやちゃんと出したよ結構考えてあーシンフォニーとかねワールドアパートシンフォニーとかあーそうねそうそう出してた赤いえあのホームスイートホームとかそう確かにホームホームあったな逆で、ね、確かに確かになんかちゃんと考えてたよ確かに確かにあのスマイルでスミレとかねあったあったうんスミカっぽいけど今思うと確かに出したね俺もダヴィンチミッチに見つけてもダヴィさんといえばだ嘘あとサンセットビキニとかそんなあそうサンセットビキニねそう、うん、まあいろいろねそうってそうあのそうそうだけどでもいろいろ出したけどもうなんか結局 そ, う、ね、それに行き着いたから、いや自分でもびっくりしたから。ね、なんかすごい、ね、今となっていろいろ、なんか生き物だよね、本当なんか、生き物。笑いくんだもんね、これ。なんか動き出したなって思うし、うんうん、ロゴもなんか動いてる感じだし、すごい可愛い、ね。俺らも動いてるし、俺らも動いてるしって言うからだけど、まあまあね、そこから9月15日だなと思って、そこから。え、もうその名前決めあ、そう、これなんでね、こう名前決めなきゃいけないかってなったのは、うん、あの10月にライブが決まっとったんやそうそうや8月の時点で、そうあのお誘いいただいて、トッキーが知り合いからお誘いいただいて先にライブがね、起こせるあ結成してしたぐらいの時でそう最初はね、多分ね、ドクターエンター、あまあ、個人名のそう、結成してないのにそうだねで、どうっていうふうに言われてで、ありがとうございますって言ってたんやけどもし、よかったら今、チーム作ってるんでそのチームで一緒に出てもいいですかっていう話をさせていただいて、そしたら、あ、いいよ、みたいな、うん、そうだからずっと、ね、あのリーダー、俺の名前で、うん、あのフライヤーはと頑張って1ヶ月ぐらいそうだったね時継ぎ浮きみたいなそうだったそれで頑張るみたいな覚えてるで、あの決まってないんですよロゴに張り替えたんだよねそうその後にねやっとねそうだうわ、懐かしい決まったね、決まってでも本当今となってはね、いい名前だねってすごい言ってもらえるから、うん、言ってもらえますね、本当に、ね、ありがたいことにそうどうしたのやはおりのね、ってなと思ってるじゃん。こう貼ってあるもん、壁に。いいね、確かに。大丈夫、大丈夫、そのままでいい。ありのまま。